こんばんは。はい、こんばんは。さあ、コロナの中、皆さんどうお過ごしでしょうか。私はゴミと体重が比例して増えてきますね。視聴者さんからの、その、教えてもらった心霊スポットということで。視聴者さん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に助かります。ちょっと呼んでいきましょう。遠いところありがとうございます。気が向いたらですが、田原市の田原市まで来ました。滝頭ですね。滝頭、へえ。多分竜頭じゃなくて滝頭公園。いかがかなと。キャンプ場のトイレ横に昔水車があり、子供さんが挟まって亡くなり、その人の霊や池が2つここにあって、上の池と下の池ってその名前分かれてるんだけど、上池下池、その上の池の方で受水自殺した人の霊が出るという噂。出た。俺らの一番怖い花言葉。下の池にはお地蔵様があります。どこに行ってもお地蔵さんおるで、ね、なぜかで、二つ目の誤算なんですが、公園から5分ぐらいのところにメックンハウス道の駅があるから多少お土産を見れるかな。あ、9時から19時までの営業してます。今ちょうど19時10分ぐらい過ぎてます。ギリ過ぎました。真っ暗です。いやー、ごさんまあいいや、とりあえず探索行きましょう。そのどこか知っとるんだろうね。全体マップは見るけど後で。だからそれちゃんと調べようよ。たまには池があったりとか、要はそのなんだ、キャンプ場のトイレ横に昔水車があり、そこで事故があって人が亡くなった。昔だろう。そうやで。とりあえず行ってみましょう。皆さん行きましょう。一緒に行きましょう。花火の音がすげえ心配なんだけど、大丈夫かこれ。あ、花火は綺麗な、撮っとくか。花火。さて、全体マップが欲しいぞ。あっち行けとこっち行け。キャンプ場が遠いな。今俺ら右端に寄って左端でしょ、キャンプ場のトイレって、うん、遠いな。まあいいや、とりあえずぐるりと回りますか。はい、では皆さん、何やったここ。竜頭公園。まあ気になるところでちょくちょくね、写真撮っていただければ。なんかただのおめえ散歩道じゃん。今のところ霊感なんもなし。ないな。歩こう歩こう。私は元気がないな。はい、皆さん、ここが一つ目の池だと思います。今ね、ね、ちっちゃいね。このちっちゃいんだけどね、私の右手に。霊的なものを感じられます。これはまあ普通にいる、どこにでもいる浮遊霊さん。浮遊霊さんですよね。水が好きなんですね、この子。何だか書いてある。コロナには気をつけてね的なやつ。そっか、コロナに気をつけてねって。ここにあるの紛らわしいな。なんか崩れるとか、なんか工事中かなんかなと思う。コロナに気をつけてねって言ったら俺コロナ見えねえもん。これさ、幽霊さん、さっきのこう分かるようになった。うわ、全く真っ暗ですね。あ、今映る。で、これ池なの、これが。池なのか川なのか。でも1個目の池あれなのかな。わかんねえんだよ、ここ。だから昼間に明るい雪に来たかったんだ。じゃあ何、もっとずっと先。はい。なんか先にちょっと何もしてないのか。
今中腹に、はい、いるんだよな。ほら山と山の間ぐらい今見えた。うん、ちらっと真ん中にいたけど。だろう、いるんだよな。ついてくるんだよな。なんだろうな。悪い子ではない。悪くじゃない、いい子だよ。いい子って、いい子って、いい子なのかな。要は人に危害加えるか加えないか。あ、全然いい子だよ。ね、またね。お、またねって言ってくれたぞ。おっと、嬉しいね。なかなかそんな友好的な返事もらえるのないっすね。え、そうだね。そう、これ大丈夫か。道近くないか。あ、道近くないか。知らん、俺は適当に歩いてるだけだ。心配するな。ていうかさっきの、あの、なんていうの、またねって返した人は子供ですか大人ですか。大人だね。ほう、ここは楽しいんだって、好きなんだって。ああ、うん、確かに暗いからあれだけど、昼絶対楽しい。なんていうの、遊び場やもんね。でも家族向けてこれで心霊で来る場所じゃないよ。幽霊本人に釘刺された。おいでおいでって言ってる。行こう。これは新しいってこと。くれ、行けか、これさっきの。私の大好きなとこだって、ここは。なんは俺。観光じゃねえか。観光じゃねえか、バカ野郎。おめえの好きな場所、どうでもいいわ、俺には。幽霊さんが案内してくれたってこと。そこにある。マイナス4出てていい場所だわよねとしか言われへんけど。ふざけんな。なんでか見えるんかなと思ってましたよね。面白いな、それは面白いな。なんかすごい声かけてくれるのが嬉しいんですけど、気に食わないっていうか、いや、なことないけどな。暗くて見えないのよ。そうね。どうしよう、心霊のナビゲーターがついた。皆さん、今ね、第2と第1で踏んで見えないナビゲーターがいるんですよね。今ちょうど俺らの本当に真ん前でガイドしてる感じ。一個目撮ってるんだけど、メイクを前にしても映らないで、映らないでとは言ってる。眩しい。おう、ちょっと怒り気味で。でも、ずっとそばにいてくれてるんですね。初めてですね、こういう。そうだね、こんな親切な方いないね、今まで。声かけてくれる。心霊さんは初めてですね。今まではもうかっちゃんが霊感頼りに、こっちの方がなんか強いもん感じるで来てたから。なんか嬉しいんじゃない。あの、自分が見える人が。
飛び込んで死んだ人がおるって言ってたよね。はい、受水自殺をした方がいる。池で低くね多分この辺だと思います。おっと、本当にね、皆さん変なナビゲーターに連れてこられてないんだよ、こういうところ今こっちにいます。ちょっと押しても、すみません。なんで逃げるんだろう。シャッター押しても逃げるんだ。全くで、姿を消すと映るんだよな。トイレを発見しました。あ、疲れた。うせえ。うせえって言われた。じゃあ嘘やんって。あ？嘘やん。トイレ取っとるんかってあれ。なんで？いかんの？なんか霊感感じます？全然。おしゃれな便器あれってもその受水自殺した方がいらっしゃる、うん、その人がナビゲートじゃないですよね。違う、その受水自殺した方の例はいない、うん、今どこ。ここ左真ん中。いや、帰るのに遠いな。でも、はい、きちんとナビしてくれたらよかった。確かに、なんか暗いからなんていうのあれだけど、余すところなく教えてくれたね。ね私の好きなところも教えてくれましたよ今度明るいうちに来てみましょうよ。そんなに綺麗なの。キャンプしに行きますか。やだねまあ皆さん、ここは普通の公園です楽しい綺麗な公園です、そうですね、もうね、さゆりちゃんが言うように、いいとこだと思います。あ、女性ですか、ナビゲートの方さゆりちゃんあれ、さっきあのまたねって言った最初の子？うん、さゆりちゃんちゃんで言うくらいには若いねんな。いや、俺から言えばみんな若いろ。40歳でやって俺と若いんやあ、死んだ時の年齢がその、例えば22歳。若えな。それでこのなんていうの、いい公園来て私の好きな場所って言ってんの、うん、死んでもなお楽しそうだね。好きな場所なんだって。あそこがもう帰りますけど、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな遠くから行って大丈夫？いる、うん、そばにずっといるんだけどねなかなかシャッターには収まってくれませんね。ここにおる、今そこにずっといる。あれ、その方は何でお亡くなりになったの？あ？その方は何でお亡くなりになったの？さゆりさんは。さゆりさんは聞いてない。聞いてない。興味がない。そこまで深く行くとやばいじゃん。聞いてきたりするから。ああ。とりあえず興味なしに行きたい。でも私の声が聞こえるの人が来たのは初めてだって。霊感のある人で。行くとか来とるの誰か、ここに。いや、キャンプの人とかさ、その公園に遊びに来た人とか、いっぱい人はいるんだろうけど。心霊で
撮影しに来た人っていないの？いないでしょう。今霊感ある人が来てないのでは？そう。なんか霊感がある人たちが来るけど、私の声を聞いた人たちがあなた初めて。まあいいんだけど、ね、ほらまだ思うけどね。で、そのさゆりさん以外に霊はいますんで。あ、今ダメ。今ちゃんをつけなさいって。さんはダメなんや。さゆりちゃん。うん。で、ここどこ？まあ、帰り道には向かってるでしょう。ここ野球場の入り口だよ。ナビは？もういねえもん。スコアボードじゃねえ。なんか、よかったな。さゆりちゃんに会えて。まあ、さゆりちゃんが…ちゃんつけなさいよ。下の名前のちゃんづけはようやらんな、俺。恥ずかしがったら恥ずかしがらないで。22歳の近所が何を言うとんねや。20… うん、まあいいや、もう余計なこと言わんとこ。楽しみだ。喋っとるの。ああ。そんなもんかね。先行ってちょう。もうここから本当に立ち入らさせないので、記録させないか。はい。オッケー。今名前とかも呼ばない方がいいけ。この人と馬が合うと思ったら赤さん。あえて言おうか。俺絶対合わへんなって思った。いや、結構合うぞ。意外と、うん、